プレゼンテッド by インパクトディープ。森高千里の23歳が話題、高年齢マツコ。長作ひろみはいくつ？ howold.net というウェブサイトをご存知だろうか。顔写真を読み込ませると、その人の年齢を推定できるとして、若者たちの間で人気が広がっている。2日には、AKB48 元メンバーの篠田麻里子29が15歳と判定され、ちょっとした騒ぎになった。同時に写っていた松井樹里奈18が31歳だったことから、篠田が樹里奈31。そうだったのか、とおどけたことで、ファンの間で議論に。7日には、再ブレイク中の森高千里46が、同サイトで23歳と判定されたとネット上で話題沸騰。森高の代表曲、私がおばさんになってもにちなんで、いつおばさんになるんや。などと驚きの声が上がった。おなじみの女性芸能人たちは、このサイトで何歳と判定されるのか。公式 HP もしくは、所属事務所の公式ページのトップ画面に掲載されている写真を用いて判定してみた。まず、女優の長作ひろみ、44。よそじを過ぎても若々しいと有名だが、公式ページの写真を使った判定結果は24歳。下馬評通りの結果となった。同じく、40代美女の井森美幸、46は、同33歳と、こちらも上々の結果だ。20代のタレントはどうか。歌手のキャリーパミュパミュ、22の判定結果は17歳だった。写真は、公式サイトのトップに使われているもので、3月18日に発売されたシングル、問題があるのプロモーションにも使用されたもの。次に、老け顔とされる芸能人。FNS 27時間テレビ、7月25、26日、放送の27時間マラソンのランナーを務めることが発表されたお笑いコンビ、オアシスの大久保佳代子、43は、公式ページの写真で、37歳と、意外にも若く判定された。一緒に写っていた相方の光浦靖子、43は、44歳と、実年齢とほぼ同じ。ちなみに、ハリセンボンの近藤春菜、32は、56歳という結果に。写真は、相方の箕輪はるか、35と2ショットだが、箕輪は38歳と順当だった。最後に、女性芸能人の番外編として、マツコデラックス42を調べてみると25歳という結果に。さらに、マツコとの共演 NG が噂される歌手の美輪明宏79を調べると、これまた驚きの31歳。型破りな二人の写真に howold.net が混乱したのでは、と思ってしまうほど、番狂わせな結果だった。